一つの失敗をすると100回を繰り返すというような非常にもう練習量の多いブルガリアですね。さて続いての演技者は西ドイツのマリオン・ロッターです。まだ14歳、昨日の個人総合では4位です。西ドイツもようやく若返りといいますか選手交代ですね。まあ、14歳にしてはちょっと身長が足りないようですけどね、はい、よく健闘してますね。これだけ小さいとちょっと主語を使いこなすの難しいと思うんですけども、大きな選手と同じように技も十分に入ってますし、すでに引退をしたベログラゾーは尊敬すると言っております、このマリオン・ロッター。この体で水泳とオートバイに乗ることがそうですね。オートバイ乗れるんですよね。おっと残念ですね。まあこれからの選手でしょうね。でもヨーロッパのジュニア選手権では 9.9 をマークするほどの選手ですからね、はい、もう一人の中では一流なんじゃないでしょうかね。もうレギナーウェーバーが本当は来る予定でしたけどもね、この選手に代わって十分に責任を果たしてますね。西ドイツのマリオン・ロッターの演技でした。やはりこれからもうちょっと体が大きくなるとね、また演技内容も変わってくるでしょうね。どうしても動き自体に重みが出てきませんからね、はい、やはり筋肉のつき方なんかももう一息ですね。スローでご覧いただいております。北は北海道から南は沖縄まで全国25局を結びましてお送りしております。87ブラザーカップ新体操国際招待競技会。こういう時もう少し幅があるといいですね、はい、得点は 9.425 です。合計得点が 18.950。左側が昨日の持ち点、右側が今終わった演技の得点です。しかしこの種目、ビアンカ・パノマが